た、行っちゃうよ。はい、皆さんこんにちは、瀬名です。はい、今回ですけども、今回はですね、アーキキャドのルーバーの簡単な弾き方について教えていきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、ということでですね、はい、アーキキャドの方にやってまいりました。はい、今回ですけども、いつもと少し違ったモデリングやと皆さん気づいたと思います。で、こちらなんですけど、僕が以前ツイッターの方でですね、軽く、アーキキャドとツインモーション、まあどちらでもいいので、どちらかのデータをもし僕に提供していただける方がいらしたら連絡くださいっていう風にしたところ、 DM でセイジさんという方がですね、こちらの方で、またアットマークの後の英語英文字とかちょっと載っけときます。概要欄にも載っけておきますので、もし気になった方はぜひそちらへ飛んでください。そのセイジさんからですね、ご提供ありまして、まあこちらの方ですね、大学の方で、工学院大学の方なんですけども、高評価に選ばれた作品ということで、こちらをご提供いただきました。こちらをですね、使って今回ルーバーの方を説明していきたいと思います。はい、早速ですがやっていきましょう。まずですけども、こちら一応ルーバーがあると思います。だからまあルーバーの解説しようと思ったんですけども、ルーバーがあるんですが、まあこちらのルーバーはですね、カーテンウォールツールで作っていらっしゃいます。実はですね、まあこれ、まあ実はと言いますか、まあもちろんカーテンウォール以外でも作ることはできます。で、カーテンウォールを使ったルーバーでの弾き方っていうのは、この垂直に立ったものでしかできないんですよね。まあもちろんなんですけど、なので今回はですね、そちら以外も、まあ、バンバンできる方法というのをどんどん説明していきます。はい、早速やっていきましょう。先にこちらの方を解説していきますね。このカーテンウォールの、今さっきやったんですけども、この編集の方でフレーム、このフレームっていうのを見えないようにしてあげて、このパターンっていうのも見えないようにしてる。で、この状態でこのルーバーが出来上がるという、まあそんな感じになっております。でですね、この状態でですね、もしこの周りのフレームがいらないのであれば、この境界フレームっていうのをなしにして、非表示にしてあげるとですね、見てください、はい、なってます。はい、こんな感じでフレームがなくなりますので、もしそれをする方はこちらの方法でよろしくお願いいたしますと。はい、その状態でですね、はい、やっていきましょう。まず例えば、このじゃあこの四角のところに上ルーバーを入れたいとしましょう。で、これ何がいないの、これ1回で3800ということなんで、これは、あ、500ちゃう、厚さが500か。だから500マイナス3300、3300のところか。1回開いて、3300のところにあるということですね。はい、ということでですね、こちら図面の方、平面図の方を見ていきましょう。こちらなんですけども、今さっき見ていたここですね、この部分は全体でいうところのここだということが分かりましたので、早速やっていきます。で、まずですね、ショートカットキーの B を押していただいて、まあ、針っていう設定を皆さんしていただいてると思いますので、あ、まだしてない方はこちらのショートカットキーの作成方法というのを、いう動画をご覧ください。はい、こちらでですね、これコンクリートではなく、まあ、今回は木造さんとかでやりましょう。木造さんで、500もいらん。あくまで一緒な。娘がいいな、これぐらいで。はい、これであとは高さが配置フロアから3300ということで、本来であればこういう感じで1本1本引いていくと思うんです。はい、ただ今回は違うよと。高さいけてる、うん、いけてるな。今回は違うよっていうのが肝ですね。で、こちらの方でですね、皆さん引くときどういう風に引いてますかね。一回一回メジャーで弾いてる方もいらっしゃると思いますし、そこからコピーで持っていってる方もいると思います。いや、僕からしましたら、それはまあだいぶ効率が悪いということでですね、まあじゃあどうすんねんという方、今さっき言いましたショートカットキーの動画ありますよね。ショートカットキーの動画でですね、以前これクリックしてからコントロール U を設定したと思います。この連続コピーっていうの、これを使えばですね、もう一瞬で作ることができるんですね。まあじゃあ実際やっていきましょうか。はい、これの移動の動画と展開ではなく、展開を押してください。展開で垂直移動距離0で線を、ここ、まあ今回500ぐらいにします。
500にしてエンターをします。この状態で、まあ、どこでもいいのでクリックします。クリックして進みたい方向に伸ばすと、見てください、もうこれ完璧じゃないですか。この本当は一個一個やっていたことが一瞬でパッとできちゃうんですね。これもすごくないですか。これはめちゃくちゃ使えますよね。という感じでね、見てみてください。やってみたらこんな感じになりました。まあ今見たらちょっとな、もうちょっとごつくてもよかったかなって思うんですけども、まあ今回はですね、そんなまあ大体やり方が分かればいいので、まあこれぐらいにしました。どうですかね、このコントロール U、 いろいろ使えると思いませんか、このコントロール U。 その他もまあいろいろ結構ありまして、さっきのコントロール U で、垂直移動距離も500とかにしますと、言ったらね、階段みたいなのができるんですよ。見てください、こんな感じで500横に移動しつつ縦にも500移動する、まあ、そういったものを作るときありますよね。そういうときはもうこちらも使っていただくとかなり便利かなと思います。まあ、それ以外もまだあります、まだまだあるんですけども、これもう解説してたらキリがないの でコード変更だけの場合はこのコード変更で展開でやっていってください。はい、ということでね、今回の動画いかがだったでしょうか。今回はですね、ツイッターで募った、せいじさん、せいじさんの作品を使ってですね、その作品で使われたルーバーを見て、まあ、そちらのやり方を解説しつつ、また他のやり方も解説していくという、そんな感じになっておりました。せいじさん本当にありがとうございました。もしよかったらですね、せいじさんのツイッターのアカウントをですね、この概要欄に貼っておきますので、よろしければそちらをクリックしてフォローしてあげてください。はい、ということでね、今回の動画いかがだったでしょうか。今回も結構役に立ったんではないでしょうか。はい、そんな感じでね、これからもどん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 夏休み、まあ短い夏休みですけども、どん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 動画を上げていきますので、これからもどうぞよろしくお願いいたします。ということで今回の動画は以上になります。ありがとうございます。